この立方体の抵抗値何オームかわかりますか実際に抵抗値を測定してみるとこのようになりますこんにちは今日は電気回路の基礎動画ですこちらにあるように抵抗を他の字型に接続した回路 そして抵抗を12本使った立方体回路の合成抵抗を求めていきたいという動画ですまずこの動画では抵抗系を使って実験的に抵抗値を測定しますその後数学的に回路を解いていきなぜその抵抗値になるのかというのを解説していきます回路の解き方には2つポイントがあって1つは回路方程式を立てて回路解析的にゴリゴリ解いていく方法もう1つは回路の対称性と呼ばれるものを使ってスマートに解いていく方法その2つがあります 実際にこれらの合成抵抗を求めていく前に今日のスポンサーの三菱電機の紹介ですどうぞ2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催される NEPCONJAPAN パ,パワーデバイスモジュールエキスポの三菱電機ブースにて1見が講演します講演テーマは三菱電機の自動車用 SIC パワーモジュールについてです 今各方面で注目を集めている SIC ですが三菱電機の SIC パワーモジュールにどういった特徴があるのかを解説していきます今回ですね普段は非公開の資料に加えて日本初公開となる SIC 製品についても特別にお話ししますこれはですねそこでしか聞けない情報となっています技術的にも突っ込んだ内容になっていますのでエンジニアの方も必見ですしかも3日間毎日講演します 日時や詳細は概要欄に載せていますのでぜひ確認お願いします。というわけでネプコンジャパン当日は三菱電機ブースにてお待ちしております。まずはこちらのたの字型抵抗を見ていきます。使っている抵抗はすべて 1kΩ です。テスターを使って抵抗値を見ていくのですがその前にクイズです。合成抵抗は何 Ω になるのでしょうか ?A、1kΩ。B、1.5kΩ。C、2kΩ。正解は 1.5kΩ です。 ここからはなんでこの抵抗値になったのかを検証していきます。スマートに回路を解いていくやり方もあるのですが、その前に回路方程式を苦しんで解いていきたいと思います。こちらの回路を解いていきます。先ほど抵抗値はすべて 1kΩ にしていましたが、一般化するために RΩ とします。 こちらの回路の点 A と点 G に何か適当な電源をつないでおいてアイアンペア流れている状態とします。回路を解くためにまず何をするかというと回路方程式を立てていくわけです。ここでキルヒホッフの法則を使います。まずはこの回路の接点にですね、それぞれ名前を付けます。A, B, C, D, E, F, G ですね。そしてそれぞれの枝に流れている電流にも名前を付けます。I1 から I10 までです。まずはキルヒホッフの第一法則を使います。これは電流速と 電流速というのはこの接点に流れ込む電流の和は0という法則ですまずは a から g まであるそれぞれの接点について電流速の式を立てます電流速についてはこのような式が成り立ちます回路を解いていくにはこの i1 から i10 までの連立方程式を解いていく必要があるわけですねここで先ほどの方程式を行列の形で表してみるとこのようになります 行列をを使ってここの方程式を解こうかなという風になるのでですすが実はまだ解けないんですといんとうのも、未知数が i1 から i10 までの10個あるのに対して、式は7個しか立てていません。先ほど苦しんで回路方程式を解くと言いましたが、式の数が結構多くて、本当に苦しみそうなので、全言撤回します。 苦しみながらもですね、もう少し便利なツールを使います。それは何かというと、Web 版のマスマティカであるウルフラムアルファです。ちょっと難しい話になるんですけども、行列のランクを見ていきます。こんな感じで入力して、そしてランクを計算できます。今回式は7個立てたのですが、係数部分のランクは6です。 未知数が10個ある場合で連立一次方程式が唯一の解を持つ条件は行列のランクは10必要なのでまだ式が足りませんここはですね先ほどの 回路においいててキルヒホフの第二法則を使っていくわけです電圧則というやつですね。キルヒホフの電圧則は任意の閉回路の中にある起電力の総和と電圧効果の総和は同じという法則です。今回はこの4つの閉回路を選んでみました。それぞれがこの式になります。この閉回路の中に起電力はありませんので起電力の総和は全部0です。そして左辺にあるのが電圧効果の総和となっています。ちなみにそれぞれの式に R がついていますがこれは全部 K。 これらの式を行列に直していくとこのようになりますこの行列のランクを計算するとランク10になりますので回路方程式は解けそうですただこちらのですね11行10列の行列を解いていくっていうのはなかなか大変な作業ですなのでこちらの連立方程式もウルフラム α に解いてもらいますこんな感じで式を入力してそしてはい解けました画面のこの部分が答えです 結局、接点 A で電流は半分の2分の i に分流して流れていきます。その先の分岐の BC でも半分ずつに分流して流れていきます。真ん中の D 点ですと4分の i ずつ流入していって、そして4分の i ずつ電流は流出していきます。接点 EF では4分の i がそれぞれ合流して2分の i になってで、さらに点 G ではそれが合流して i という電流が出ていくわけです。結構綺麗な感じに溶けましたね。 この結果からさらに AG 間の合成抵抗を求めていきます。外部に電源が接続されているループで何か適当なキルヒホフの第二法則の式を作っていきます。このような式を立てられて RAG 間の合成抵抗を計算すると R 2分の 3R という結果になります。先ほどの実験では抵抗はすべて 1kΩ、合成抵抗は 1.5kΩ でした。こちらの式でも同じように 1.5kΩ になります。 ここのよううにに普通に解ととすすると結構疲れますねでも逆に言うと簡単な線形台数とそして回路方程式さえ分かっていれば一見解くのが難しそうな回路でも解けてしまうわけです。あとはこういった行列計算なので計算機との相性がいいです。ここまで回路方程式を使ってゴリゴリと解いてきましたがもっとスマートなやり方がないかということなんですが実はあります。 それは何かというと、回路の対称性を使って解くやり方です。他の字回路でいきなり回路の対称性を使うのは少し難しいので、まずはこちらのブリッジ回路でやってみます。この回路をよく見てみると、この部分で線対称になっています。回路が線対称なので、それぞれ流れる電流が異なると仮定すると、回路を反転させた時に矛盾が生じてしまいます。そうは流れないでしょっていう風になるんですね。なので、最初の分岐では電流はそれぞれ等分に分流していきます。 こちらの真ん中の抵抗にも何か電流が流れていると仮定すると、このように右側にある抵抗の電流でアンバランスが生じます。回路が対象なのにアンバランスが生じるっていうのはおかしいので、結局ですね、ここに電流が流れる過程ってのは、それは間違いなわけです。なので、この場合は電流は等分に分流していって、真ん中の抵抗に電流は流れない。そしてまた電流がですね、合流して流れていく。そういった電流の流れになります。真ん中の抵抗に電流が流れないということは、この 抵抗の両端の電位は同じということになります。ですので、この抵抗を取り外してしまっても逆にですね。抵抗の両端を短絡してしまっても、回路的には同じです。実際に合成抵抗を測定していますが、真ん中に抵抗がある場合、合成抵抗は1キロオーム抵抗を取り外しても1キロオーム変わりませんね。そしてこの間を短絡したとしても、抵抗値は1キロオームから変わりません。 4つの抵抗の値が特定の条件の時だけに成り立つものですが、そういった場合に回路の対称性が使えます。他の字型回路についても同じようにやっていきます。回路はこちらの D の部分で対称になっています。回路は対称なので、まず最初の接点 A で、電流はそれぞれ半分ずつの2分の i、さらにその後の接点でも半分に分離して4分の i という風になっていきます。 電流もそれぞれ対称なので、実はこの青線の部分に重なっている接点 C と B の電位は同じです。そしてこの頂点部分の電位、そして接点 D の電位も同じです。さらに接点 F と E の電位も同じということになります。例えば D の部分をこのように書き換えてみます。 この部分は線が繋がっていても繋がっていなくても回路的には同じです。ここを切り離してしまうと回路的にはかなりわかりやすくなります。こんな感じの回路図に書き直せます。これは単純な直並列回路なので計算が簡単にできますね。ここの部分の合成抵抗は 2R。 そして 2R 同士が並列接続になっていますので、この全体の合成抵抗は R です。さらに回路を書き直すとこのようになって、結局 AG 間の合成抵抗は2分の 3R となります。今は接点 G の部分を解放としていましたが、実はですね、ここ短絡でもいいんです。その代わり他の部分もこんな感じで全て短絡してしまいます。ここも短絡ですね。で、ここも短絡としましょう。これでも抵抗値が求まります。 ちなみになんで短絡できるかっていうと、青い点線の部分の電位は同じなので、解放しても短絡しても回路的には変わらないからです。この回路を書き直すと、並列回路を直列接続したものになります。これも計算していくと RA、RAG は2分の 3R となります。なんか簡単に解けてしまいましたね。ここまでやってきたことを使えば、この立方体の回路についても同じように合成抵抗を求められます。もちろん回路方程式を組み立てて解くのも OK です。 こちらが立方体回路の実物です。それを回路図として書き起こすとこのようになります。実際にやってみると回路の対称性から電流は3等分に分離してまず3分の i ずつ流れます。その後2つに分岐してさらに電流は半分の6分の i となります。こちらの回路は右の回路のように書き換え可能です。まあ、立体の回路から平面の回路に書き直しただけです。 赤いマーカーで書いたような電流がそれぞれの枝に流れていきます。そしてこの点線部分で交わってる接点ありますけども、そこは同じ電位となっています。なので今は繋がっていませんが、ここの点線部分を短絡したとしても、電流は流れず、また外から見た時の AG 間の合成抵抗も変わりません。最終的にはこちらのような回路になります。この接点の部分を全て短絡しました。 こうなってしまうと計算は簡単で RAG 5R 間のの合成抵抗は分の6となります実際に 1kΩ の抵抗を使った立方体抵抗の合成抵抗を測定すると 833Ω となって計算と一致していることが分かります。というわけで一見解くのが難しそうな回路の合成抵抗を2つのやり方で求めてきました。 1>, 1つ目がキュルヒホフの法則から回路方程式を立ててそこから合成抵抗を求めていくという最も一般的でシンプルなやり方です動画の中でもありましたが計算機を使う場合はこのやり方と相性が良いです2つ目は回路の対称性を使うという方法です 何も知らない状態ですと多分このやり方を思い浮かばないんじゃないかと思います回路をパッと見るとなんとなく電流が均等にいくんだろうなっていうのはわかるんですけどもちょっとモヤモヤヤ感みたいのはありますよねいきなり回路の対称性を使って解くのではなくて回路解析の結果電流が等分に分離していくという知見を得てからその後に回路の対称性を使った解き方を見いだしていくそのように勉強していった方がすんなりと理解できますね というわけでもしこの動画が役に立ちましたらコメント・高評価・チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から